平野紫耀、キンプリ脱退後、一年は休みたいと周囲に説明、岸優太、神宮寺優太は、三人での合流を指定か。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後なのでファンの皆さんに恩返しができるようなパフォーマンスをして、目に焼き付けていただきたいと思います。5月15日、キング、プリンス。 キンプリの平野史洋、26歳がファンクラブサイトを通じて、5人での最後のステージにかける熱い思いを明かした。5月22日をもって平野と神宮寺雄太、25歳、岸優太、27歳の3人がグループを脱退。順次、ジャニーズ事務所を退所する。平野さんと神宮寺さんは脱退と同時に退所し、岸さんは秋頃をめどに事務所を去ります。23日からキンプリは長瀬廉さん。 24歳と高橋海人さん、24歳の二人になりますが、新体制になっても歌は続ける以降で、すでに新しい仕事もスタートしています。5人での最後のパフォーマンスは5月20日の夜中に生放送される、ベルー101、NHK。デビュー曲の、シンデレラガールと、アイチャイバン、4月にリリースされた最後の新曲、ビューティフルフラワーの3曲を披露し、NHK での仕事の思い出を語ったり、 紅白歌合戦のアーカイブ映像も放送される予定だといいます。芸能関係者。5月13日には、キンプリの冠番組、キングプリンスル、キンプル。日本テレビ系のレギュラー放送が最終回を迎え、約1年半続いた番組に幕を閉じた。5人は、白いタキシードの王子様コーデで登場し、過去の名シーンを振り返りながら腹を抱えて笑っていました。長瀬さんは、 めちゃめちゃおもろいっすね。僕ら5人って、とメンバーそれぞれの個性的なキャラを絶賛し、平野さんは番組を通じてメンバー仲が一層良くなりましたと感謝の言葉を述べていました。5人ともいつも通りに明るく振る舞い、収録は和やかな雰囲気で行われたといいます。芸能リポーター、5月20日に放送されるキンプルの2時間スペシャル番組は、 5人体制の金プリにとって最初で最後のゴールデンタイでの特番となる。目玉企画は1泊2日の5人旅で、予告編では平野さんがサウナで熱唱する場面や、岸さんが打ち上げ花火を見ながら、一生忘れない思い出になったとつぶやく姿も紹介されました。全室芸能リポーター。岸は金プリだった以後も夏に主演映画、G メンの公開を控えているため、 しばらくは単独での活動を続ける。レギュラーの VS 魂グラデーション、フジテレビ系の出演も継続するそうで、5月23日に行われる収録には参加するようです。対処日はまだはっきりと決まっていませんが、少なくとも7月に放送される予定の同番組の特番までは事務所に残って仕事を続けるのではないでしょうか。番組関係者、韓国の HYBE に移籍する可能性は、 平野が手本としている人物の一人が、2020年10月にジャニーズ事務所を退所した山下智久、38歳だ。ジュニア時代に英語に興味を持って以来、語学の習得に力を入れてきた山下さんは、普段から英語で文章を読んだり、実際に話すことを心がけ、暇さえあれば L と R の発音を練習していました。修行を兼ねて3ヶ月近くアメリカを旅行したこともあり、 今ではハリウッド映画や海外のドラマで違和感なく英語を話せるようになったといいます。山下の知人。平野にとって山下は、ジャニーズ時代から最も尊敬する先輩の一人だった。山下さんも一回り年下の平野さんを弟のように可愛がり、プライベートでも頻繁に食事に行き、岸さんを交えてバーベキューをしたこともあったといいます。独立後に自ら道を切り開き、 海外でも堂々と活躍する山下さんの姿に平野さんが心を動かされたことは想像に難くありません。全室芸能関係者。目下のところ、対処する3人は独立後の活動について何も明らかにしていないが、平野は周囲に1年は休みたいと話しているという、休暇を利用して英語を勉強するのか、あるいは武者修行をするのかは定かではありませんが、 充電期間を経て今までと違う姿をファンに見せたいと張り切っているようです。独立を後押しした平野さんの弟さんをはじめ、ご家族もバックアップする意向だといいます。別の芸能関係者、俳優業を引退するという報道もあったが、平野の知人は喧嘩に否定する。平野さんは、黒ロでの演技が高く評価されたことを素直に喜び、先日発売されたブルーレイボックスを自腹で買うほど作品に愛着を持っています。 また、ハリウッド映画に出演経験のあるオグリシュさん、40歳とも家族ぐるみで親交があり、芝居のことも相談しているそうです。もしハリウッドからオファーがあれば断る理由はないでしょう。一部では平野が BTS やアリアナグランレ、ジャスティン・ビーバーらが所属する韓国の大手事務所、HYB e に移籍する可能性も取り沙汰されている。昨年12月に女優の平手ユリナさん、21歳が移籍した例もあり、 同社は日本のアーティストの獲得に前向きです。しかし、平野さんはこれまで HYBE が手掛けてきたアーティストとは路線が違い、具体的な話は何も出ていないそうです。あくまで噂にすぎません。岸さんと神宮寺さんも、対処後に3人で合流することを否定しているようで、それぞれが自分の道を模索し続けています。全室芸能関係者。業界では来年以降、 彼らが大きなイベントに出演するという噂も飛び交っている。平野たちが新天地で仕掛けるサプライズに注目したい。女性セブン2023年6月1日号。